おはようございます。須磨雄貴です。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ299。ちょっとすぐ寝てしまってですね。で、小林さんとは違う、小林さんは別のホテルを取ってはったんですけど、待ち合わせが6時半ぐらいだったんですけど、今7時です。小林さんは先に行きました。追いかけます。バタバタで電車に乗りました。今まもなく長井線南に長井線南にです。出口は左側です。ドア横のボタンを押しておりください。今御殿場駅に向かって電車の途中です。逆向きに座ってしまった。進行方向と朝飯です。カロリーは10分。御殿場駅です。小林さんを発見。おはようございます。うわマジで失望して、すみません。なんでギリギリなん？え？なんでギリギリなん？もう6時半まで寝てました。最悪やん。いやー、目覚ましかけへんかったの？スマホの電池が切れてました。最悪やん。いやあざす。え、大丈夫？え？大丈夫？頭じゃあこの先。あ、この先。あー、まあまあ大丈夫じゃないですかね。めっちゃ寝たんで。それは寝たよ。めっちゃ寝ました。え、俺が電話してんでもう出れるとかじゃなかったの？何も買ってなかったって言ってたけど。うん、あの小林さんの電話の直前に起きた。そうなん？うん、ね、電話鳴った時に、あ、小林さんやろうなと思って。でもフロント電話あったやん。そうそのフロントのやつ。バスです。さっきは、まあ、当たり前ですがガチで怒られたので、まあでもとは言いながらおにぎりを明日のチケットを買ってくれている小林さんです。人生で初めてこのタイプの納豆巻きを綺麗に巻けたので幸先がいいです。すでにもうリベンジ。
めっちゃブレブレ。須走り口にたどり着きました。こっから我々の富士山登山が、富士登山が始まります。こんにちは。ぜひぜひ。あの山小屋で夜勤してもらえるんですか。そうそう、ただ一晩300円かかるけど。これ最初にしてあるんですか。もううちの5目のは押してやる。あ、そういうことですね。だからスタート&ゴールの初っ端の小屋、一番目ファーストマントハット。ファーストマントハット、はい、それがいいかも。で、だいたい肩から耳ぐらいを推奨してるんだけど、あとは好み。長さ違うんすね。たった100円しか違わないけど、下山道でこうやって帰ってくる。どっちの方がいいんですかね。まあ、長い方が長い方が、で、これは1500円、それ1600円で、こういうところで、こういうところでこうやって下りながらちょっとやってみたら、どっちの方が楽か。で、こういう上を持ってね、ストップ入ってもいいやろって感じだったら、こっちの方がいいよ。どうでした？おすすめは、なんかめっちゃ凶悪なアザミ、蜂が集まっている。今後全部手に入れたし、おい、いい感じですね。いやー、富士山ブルーだそうです。富士山ブルーねえ、富士ブルーやね。あ、カロリーメイトとか売ってる。ちょっと俺ここでどれぐらい買いました。うおーおー、どれぐらい行動食買いました。俺チョコぐらい。てか、ここでご飯食べていく。そっちご飯食べれるんかな。ああ、確かに確かにそうやな。酸素もここで売ってるし、ヘッドライトも売ってるし、あのカッパとかもうなんか手ぶらで来てもここで完結できるな。あの椎茸茶を飲み始めてから、これはハマる、うん、めっちゃ美味しいしか言わなかったの、小林さんが次のこれはハマるっていう。めちゃめちゃ出汁効いてる。おうおうおう、出汁と香りと。やっと語彙力が回復してきた感じですね。これ普通にペットボトルで欲しい。うん、本当にこれちょっともうお土産にしようかなってさっき話してました。小林さんの元に椎茸茶じゃねえ、これで、山菜そば、これ食ってケーキ漬けしたいと思います。お互いに取り合うといういただきます。外国人の方がこの金剛杖をお土産にするときに、飛行機乗るのが長さが大変だから最後にカットしてお土産にお渡ししてるそうです。
あのなんだそこそこにさ、こうやって仕上げて、うん、また新しいステッカーを貼って返してあげると、うん、お客さん的には、うん、いわゆるオンリーワンの長さのオンリーワンのお土産になるわけじゃん。オンリーワン。いやいいお土産やわ。もうなんかもうちょっともうすでに感動してきた。うん、オンリーワンだ。それに弱い。あの人それぞれお酢焼きのなんていうの、はい、場所とかさ、はい、なんか違うわけじゃん位置とか、はい、感覚も、はい、だから人それぞれの、はい、あの金剛杖だから。おーおーいいっすね。オンリーワンですね。そうで、あのうちはこうなんていうの、あのここの小屋主もそうなんだけど、はい、喜んで帰ってもらいたいっていう思いがあるから、うん、わざわざあのシールだって二度張りになるわけさ、うん、だって今来たやつずっとしてるから、うん、だからこういうリメイクして、それ俺に言われても、うん、でこうやってちゃんとほらそれっぽく仕上げてあげるとさ、他はさこういうことしてないで、うん、手の子で切って入って渡すわけ、うん、ってなるじゃん。うちちゃんとこうやってあの仕上げてお客さんに返して、おおすごい、そのかっこいい背中や、気持ちのあれあれが言葉の、うん、と言葉の音に出てるよね、うん、発する、うん、なんか普段から思ってないと出てこない感じですよね。そうそうそう、あのお父さんの優しさの優しい声っていうか、うんうんうん、お父さん写真撮っても大丈夫ですか。大丈夫だよ。いつまいうん、こんな年寄りとっても、いやもう国宝級ですよ。めちゃめちゃかっこいい。おお。これがあれか、レンタル。ああレンタルね。レンタル登山靴。これ足痛くならんのかな。一人一人ができることです。皆さんのご協力をお願いします。あ、ありがとうございます。これはあるとちゃいますな。はい、ちょっとゴミ袋持ってるけど、うん、ゴミ袋。あ、登山開始。あ、ほんまや。ヤマップアプリで活動を開始します。え、え、最初は、ああ、あ、戻る。押しちゃったっすよ俺。おーい、見て、すげえ、お、水、なんかまた景色変わりましたよ。お、クロアゲハあった。なんか俺の靴も横に隙間があってなんかちょっと不安。あれが初めて1000人撮れたのが、うん、いやね。小学校3年の夏かな。ああ、あれ見てエロいなと思ってた。そう、あ、何をしてるんやろこれは。